今回は有機27回目です。セミナーは、296番の問題になります。アニリンの誘導体、ね、これはアニリンですけどね、無水酢酸で反応させるとアセトアニリンという、解熱剤ができるんですね。でこれはアニリンから、誘導した物質なんでアニリンの誘導体というんですね。このアニリンは塩基性物質で、これ酸性物質やから酸塩基反応やな。で CH3COH が、まあ、複製してるんだけど、これをまずやってみましょうか。ここにアニリンが入ってますよね。でアニリンが入ってて、で、こっち側が無水酢酸、これ入れてみようか。あバーって言うたら、あな、これ加熱せえねんですね。アセトアニリンできたことこれね。これ水に溶けないから、今酢酸が匂いするけど、酢酸には溶けるな。これほっといたら、水入れたら、アセトアニリンができます。沈殿してくるな、沈殿してくる。水入れてみようか、熱いな。水入れる。ほら。なんかできたら、水入れたら。アセトアニリン。ね。上が水ね。でこの、こっち側は塩基性で、これ酸性やからね。これは塩基性を示しません。次、ジラジョカね、これはもうちょっとほんまやりたいんだけど、まあやるかどうかわかりませんけど、材料が揃ったらやると思います。アニリンな、アニリンに、教科書の333ページ、名前書いてるかな、亜硝酸ナトリウムな、亜硝酸ナトリウム。亜硝酸ナトリウムね。HNO3 が硝酸というな。硝酸。で、この亜っていうのは O が1個少ない場合を亜硝酸というな。NaNO2、亜硝酸ナトリウム。で、塩酸都合でね、この NH2 のところをね、こんな形ですね。N2 プラスね。これ、ジアゾニウム塩って言うんだけど。ジアゾニウム。で、塩化ナトリウムと水ができます、これ。これ、不安定やな。これ、5度以上にするとね、分解してしまう。だから、氷入れて冷やした状態でね、これ保たなきゃ。これ、ここに5度 C 以上水加えたら、フェノールと窒素が出てしまうな。この、塩化ベンゼン、塩化ベンゼン、ジアゾニウム、ジっていうのは2つやで、アゾっていうのは N っていうのな。で、なんとかニウムっていうのは AN っていう。塩化ベンゼン、ジアゾニウム。で、これを使ってね、いろいろ染料を作るんです、染料ね。染料とかね、メチルオレンジとか作るんですね。で、ジアルカップリング、カップリングって言うんですけど、これさっきのジアゾニウムで、塩化ベンゼン、ジアゾニウムな。このジアゾニウムって書いてあるけど、ここはプラスとマイナスな。このプラスイオン、これプラスイオンで、プラスイオンがね、この ON ね、これは前言ったけど、オルトパラ配光性な。で、オルトイと、パライが反応する。ここ、ベンゼンとは電子リッチ言うたな。でこの電子がね、オルトイとパライに流れてきて、ここのオルトイ、パライがものすごくマイナス性が強くなるんですよね。で、この、こいつ、この本体、ジアド、塩化ベンゼン、ジアドニウムのジアドニウムがプラスなんで、これがコントロールする。まあ、オルトイよりもパライがくっつきやすいですね。これ、でっかいからね、ここがステリックヒンドラーって言って、ちょっと防火に働くね、こう、応援でね。こっち、パライの反応しやすい。それだとオルトイも反応しますよ。
うん、で、こう、カット、ここにくっついたら、ね、こうなるんだよな。な、これ。え、パラヒドロキシ。この、パラ、こことこれが、パラやな。ヒドロキシっていうのは OH。な、これ、ヒドロキシのパラにあるアゾベンゼン。この、ベンゼン、N2 ベンゼンがこれアゾベンゼン。パラヒドロキシアゾベンゼン。これ、アゾセンゼンって言います。まあ、みんなよく知ってるのはメチルオレンジとかメチルレッドな。で、これが、アゾセンゼン。さっきのやつは できとれへんから、なんか液体みたいな。ちょっともっと水じゃなかったかな。で、メチルオレンジを組んでな。これ、アゾキって言ってるな。これで色つける。こういうやつ、ベンゼンか NN、ベンゼンか、こういうね、パイ電子がこう、あっと伸びてるような状態はね、色はつけるんですよ。これはメチルオレンジの構造と。で、次回はね、分離をやっていこうと思うんですけど、酸性物質、COH が、ベンゼンから COH って言ったら酸性な。COH は酸性。OH も酸性で、もちろんね、このベンゼン間に、COOH と OH 両方ついてても酸性ですよ。酸性な。で、塩基性はね、ベンゼン間に NH2 が、くっついてたら塩基性なんですけど、まあ、あと有機物はみんな中性ですよね。中性。例えばね、このニトロベンゼンね。こんなもん中性やし、先ほど作ったアセトアニジンも中性ですね。中性のやつ多い。ベンゼンももちろん中性で、ベンゼンも中性やし、こう、クロロベンゼン、こんなもんね、中性。まあ、酸性物質はちょっとありますけど、塩基性はまあ出てくるのこれだけね。はい、終わります。